義貧市は中華人民共和国四線省島南部に位置する地球市、万里長江第一条と呼ばれる。すなわち、長江の最初の町であり、長江は義貧より上流は金祭と呼ばれ、民港とこの地で合流し、ここから長江となる。また醸造業が古くから発達し、名酒、五領域で知られ、酒との異名を持つ。義貧は東は露州市、 南は、雲南省蛇をとんし、西は、両山遺族自治州と、落山市、北は、地密義市に接する。東西の最も広い部分は幅 153.2km、南北の最大幅は 150.4km。川南地方の中心で、四川盆地の西南の縁にある。地勢は、雲気工芸に繋がる南部と、ダーリャン山、少量山のある西部が高く、北東は、 四川盆地内の海抜500メートル以下の丘陵地でありなだらかで低くなっている。海抜は500メートルを超え2000メートルまでの間であり最も高い地点でも2008メートルである。地域の38%は森林であるが、ほとんどが人工林であり、原生林は非常に少ない。東西に長江が貫き、南側は雲南省や奇襲省と接している。民港は、 北から流れ、合流点に、気品市街地がある。その他の、主な支流には、南広川、交差が、古市境川、倉庫川があるほか、南北方向に走る、無数の支流がある。上高南岸は、地形が急峻で川の流れも速く、沿岸の平地も狭い。亜熱帯気候に属し、年平均気温は17度。 年平均降水量は1 0 5 0ト、mm、ルから1 1 6 8ト、mm、ル以上、四季ははっきりと区別できる。春は早く暖かくなり、夏は高湿で、秋は雨が多く、冬は霜が少ない。もともとと呼ばれる少数民族が暮らし、農耕を行い果物を育て園芸などを営む地であったが、全館の高校6年に現在の義品に道の城が築かれ、 漢族が増え始めた。朝廷の下元,元年に県議軍の地所が置かれてから漢民族が多く住むようになった。前漢末期には県議軍は12県を管轄し、道は四川盆地西南部の西南半壁を訳する拠点として現在の四川奇襲、雲南の交わる付近の統治の政治、経済、軍事、文化の中心として栄えた。漢の崩壊後、 四川省西部や南部では、モンゴル系などの民族の侵入で漢族による支配は途絶えたが、六世紀半ばに南朝張の武帝が異民族を討ち、北州は恵比寿州を置き、外江県を設置した。随代に外江県は再び道県となったが、北総の政は四年に道県は現在の名称である貴賓県と改められ恵比寿州もノブ州に改められた。 1911年12月5日、義品では新朝に対する反乱が起こり、大男川南軍政府が建設された。三四かつ区、七県を管轄下に置く。漢族が主要民族だが、周辺の産地は遺族、内族等の多い地区で、海族やモンゴル人も、わずかに住む。この地域の言語は、常語や、内語以外は、漢語の北方語系式戦艦和川南方言を、 使っており、看護高音が多く残った方言である。川南高所、区議品選区市選省議品選区市選省議品地区、議品市選省議品地区議品市金社校と民校と、この地で合流し、ここから長校となる改革開放以来、議品は大農業地帯から強い工業都市へと、転換しつつある。議品市の、主な企業は五領域グループと四動的、食品工業で、 国有の製紙工場や石油化学工場を自社の傘下にして、社名をグループの名を関する名に変えている。特色ある業種は、酒造で、その他食品工業、化学工業、警防、建材などが強い。技品の河川の水量は多く、広大な農地を考えし、水力発電も行われる。天然資源は非常に豊富である。 鉱物資源は44種類を数え、石炭、硫鉄鉱、岩塩、天然ガスの生産量、埋蔵量が非常に多く、石灰石、崩壊石、大理石、頸石、林、銅、鉄なども豊富で、夜勤工業の工業地帯を形成できる可能性がある。県の扶要工区は、四川省の重要な丹田である。木下、四川省最大の練炭工の建設が進む。 また、種類の多い植物や天然香料植物の豊かさを生かした香料生産も盛んで、特に中国最大のクスノキ油生産地区である。また、地域で取れる茶葉生産量は、小の4分の1を占める。正規旅客専用船が乗り入れる義品西駅2019年12月、義品後、家庭駅空港が開港し、義品な空港へ就航していた民間便は全て移転した。 北京、上海、昆明、広州、新鮮、三亜などへの定期路線が設定されている。義品の水運は、金佐へ、民港、長港の三大河を幹線とし、六本の支流が、市内各地を船で結んでいる。ありがとうございます。